飯野町は、福島県伊達郡に存在した町である。2008年7月1日に隣接した福島県、福島市に編入合併され、福島市飯野地区となった。飯野町役場福島県伊達郡の南部、阿武熊高地北部の丘陵地域に位置し、古くから農業と共に、養産業が盛んで、絹売物業が発展したが、近年では、 通信機器などの弱電関係の工場が立地し、産業構造の変化が進んでいる。県庁所在地の福島市中心部まで 17km と近く国道4号、国道114号など道路整備が進んだことから、合併前は通勤通学者の61%、人口の約2割が福島市に通っていた。洋産業と織物の歴史を共有することから、 東部に隣接する伊達郡川又町との関係も深い。北部の山、戦艦森は、丹麗な沿水型なし町のシンボルの一つである。古代ピラミッド説や UFO 目撃情報などがあり、UFO の里と銘打っている。中腹から頂上にかけて、戦艦森公園として、UFO 展示食堂入浴施設を兼ねた、レクリエーション施設 E の町 UFO 触れあい館が整備されている。 阿武熊高地北部の丘陵地帯にあり、東西 6.4km、南北 10.1km、面積21.31平方 km である。合併前は、福島県内では、湯川村、中島村に次いで3番目に面積が小さい、自治体だった。合併前に、地域内に、福島市立小山の飛び地が存在し、合併後も辰子山地区の飛び地として現存する。 町役場の標高は180メートルで、工作地は標高200メートルから300メートル程度の場所に点在するが、丘陵地のため総じてその面積は小さい。山は北部に天井山、千艦森があるほか、比較的小さな山丘が連なっており、中心市街地を除く集落はその山裾に沿って点在している。地質は、 古気化鉱岩が主体で、戦艦森は、復帰的安山岩からなる。河川は、町西園を一級河川阿武熊川が流れ、隣接する川又町女神山に橋を発する、女神川が、町中央を西に向かって流れ、南部で阿武熊川に流入している。しかし、阿武熊川の川もが低く中小河川の収水区域も、狭いため、河川による水利には、恵まれていない。 飯いの園庭公園の春飯いの町と福島市、松川地区の間を流れる阿武熊川。第日次岩はこの上流市1260町内に鉄道路線はないが、1972年までは日本国有鉄道川又線が東北本線の松川駅と岩代川又駅との間、およそ12キロを結んでおり、飯いの町には岩代飯いの駅があった。 E の公民館前に当時運行していた国鉄 C12 形状機器官舎が展示されている。ありがとうございます。